歌手でタレントの早見優が9日、自身のアメブロを更新。転倒して右足の指を骨折したことを明かした。この日、早見はブログの冒頭で、あん、やってしまいましたと嘆きのコメント。倒れそうな加湿器の転倒を防止しようと思いっきり飛び込んだところ、自身が転倒してしまったといい、足の小指の第4指骨折してしまいました。原文ママとテーピングした痛々しい右足の写真を公開した。早見は今月は16日にファンの皆さんとのクリスマスパーティー、23日は佐沼市でのクリスマスディナーショーが控えているといい、とにかくカルシウムの多い食事をとり、早く完治しなければ、原文ママと意気込みを綴った。この投稿に、ゆうちゃん、大丈夫ですか？心配です、うわ、大変でしたね。無理せず、焦らず、きっちり直してください。なかなか難しいとは思いますが、なるべく安静になさってくださいね、などのコメントが寄せられている。